きりですみません。そんな感じでなるべくたくさんの人が音楽じゃなくて見るやつでありまして、見えるような感じでなるべく座っていただけると非常に助かります。
こんばんは。こんばんは。うるさい。まあそんなような感じで、なんでしょう、あそこら辺に隙間があるのが気になるな。座りたい人、今後ろだけどもっと見えたい人、通してあげて。では続き、そうですね、先ほどはちょっと短かったので、どうしようかな。あ、そうだ、どうなるか分かりませんが、コロナ禍で生まれた問題作、コロナ禍にプラネット K で生まれた問題作、いかがでしょう。
外国の曲と明るい曲と
る曲どれがいいですか？1、日本の曲、2、外国の曲、明るい曲、4、知り合いの曲、5、汚れる曲。でも汚れる、ちょっと場所が狭いから、じゃあ、明るい曲。
お疲れ様でした。いろいろとご協力ありがとうございます。なんかちゃんと通路の確保から何から皆さん大人の対応ありがとうございました。そんなわけで、私の出番以上ですが、この後もベーグルロック夜までずっとやってます。こんな4000円で気の向くままに見れるっていうイベントもめったにないですので、皆さん余すところなく楽しんでお帰りください。ありがとうございました。